先行、ライオットは、スクール・オブ・ロック、東京 FM、ソニー・ミュージック、au 主催の10代のアーティストのみによる、ティーン・エイジ・ロック・フェス。2008年から2014年までの毎年夏に、開催されていた。東京 FM の、ラジオ番組、スクール・オブ・ロックと、ソニー・ミュージックとの主催によって初開催され、2009年の、第2回からは、au も主催に加わった。 当初は夏に東京国際展示場にてファイナルステージが行われていたが2011年から2013年は日比谷野外第4楽堂にて2014年は新木場スタジオコーストにて開催予選受付などの費用は無料3次審査以降の出場者の交通費宿泊費は大会が負担ライブ会場の観客入場料も無料 ティーンエージャー参加型ロックフェスティバルであり、強烈な一瞬の光が、暴動する日である。2015年2月16日のスクール・オブ・ロック番組冒頭で、7年間の歴史に幕を閉じ、新たなフェスとして、未確認フェスティバルを開催することを発表した。出演者は、スクール・オブ・ロック生放送教室で発表され、1時、審査2時、 審査三次審査を行い、出演者を決定する。三次審査は、ラジオのリスナーは会場に行けば自由に聞け、その盛り上がり方も、審査の対象になる。また、2008,2012,2013の各年には、三次審査に、落選した応募者の敗者復活戦。2009年には、受験生コースが用意されていた。2008年8月10日、 東京ビッグサイト西駐車場で開催。出場バンドは16組。2008年10月10日には、ミュージック ON TV でイベントの模様を放送した。グランプリ受賞グループに賞金100万円、準グランプリ審査員特別賞受賞グループに10万円分の音楽ギフト券とオロナミン C1 年分が渡された。 2009年8月8日に東京ビッグサイト西東展示場屋上特設ステージにて開催された。一般エントリーは2009年1月30日に締め切られた。今回大会には受験生コースが設けられている。このコースは受験生も参加できるように、応募メンバーに中学3年、高校3年、浪人生がいる場合のみ、 締め切りが2009年4月10日になっていた。出場者は14組であった。また、2009年5月26日、初代応援ガールに、夏見エレナが就任した。前回優勝のガリレオ・ガリレーは、オープニングアクトを務めた。2009年9月22日には、ミュージックオン TV で、イベントの模様を放送。グランプリ受賞グループに、賞金100万円。 準グランプリ、審査員特別賞受賞グループに、各種音楽機材、夏見エレナ賞には、本人着用のリストバンドと手紙が渡された。2010年8月1日に、東京ビッグサイト野外特設ステージにて開催された。一般エントリーは2010年4月2日に締め切られた。今回大会には、カラオケステージが設けられている。イメージソングは、ドラゴンアッシュ。 ロックバンド。来場者には、日清、UFO がプレゼントされた。レギュラーステージカラオケステージ、レギュラーステージカラオケステージ第4回となる、先行ライオット2011の、ファイナルステージは、当初は、例年通り、東京ビッグサイトで7月31日に、開催予定であった。しかし、3月11日に、東日本大震災が発生した影響で、 開催日が9月4日になったほか、会場も日比谷野外大音楽堂に変更となった。また、この大会には、オンリー・オーバーエイジ枠が設けられた。これは、メンバーのうち一人は23歳までのメンバーがいても、良いとするもの。なお、オンリー・オーバーエイジ枠の創設は、震災前から決定していた。3次ライブ審査は、東日本大会が8月1日に、 東日本大震災の被災地であるゼップ仙台で、西日本大会が8月3日に、ゼップ名古屋で行われた。9月4日のファイナルステージは、au のリスモウェーブとケーブルテレビの無料チャンネルで13時から20時まで、生中継、ミュージック ONTV にて、編集版が放送された。レムシャップ赤毛のヘップバーンズページアロエスカッシュ、トールコ。 山上達夫寸止め海峡ある感覚、片平リナザ・アンノオン・フォー・キャストグランプリ受賞者に賞金100万円、カラオケステージのグランプリ受賞者に賞金10万円が渡された。第5回となる、先行ライオット2012のファイナルステージは9月2日に日比谷野外大音楽堂で行われた。一般エントリーは2012年5月7日に締め切られた。 9月2日のファイナルステージは、スペースシャワー TV、au のリスモウェーブ、全国95局のケーブルテレビで生中継された。ペンズ、シーズ・チロール・クレマーティー・ザ・銀河鉄道ヘッドランプ内村イタルハーフ、ムーン・スパイラル・バンクスグランプリ受賞者に、賞金100万円、ングランプリ、審査員特別賞受賞者に、音楽機材が渡された。第六回となる、 先行ライオット2013のファイナルステージは8月4日に日比谷野外大音楽堂で行われた。一般エントリーは2013年4月1日に締め切られた。8月4日のファイナルステージはスペースシャワー TV、AU のスマートパス、ケーブルテレビで生中継された。前回優勝のバンクスはオープニングアクトを務めた。また、 スペシャル企画として、ベースボールベアーと、橋本愛のコラボレーションによる、先行ライオット公式応援ソングの、ミュージックビデオを初披露した。ベースボールベアーが書き下ろした公式応援ソング、先行花火の、ミュージックビデオのプロデュースを務めたのは、スクールオブロック、写真部の部長、橋本愛。リスナーから、何かに打ち込んでいる姿や、その真剣な表情など、 決定的な瞬間を収めた写真を募集し、その写真を使ったミュージックビデオがノーンのスクリーンで上映された。ワンカダリー水上カルビ緑黄色社会、IB2 フロジラント、ゲームザ地球連邦軍溶けた電球アガロードフロンティア、フィッシュライフザクワイエットルームグランプリ受賞者に、賞金100万円、ングランプリ、審査員特別賞受賞者に、音楽機材が渡された。 第7回となる先行ライオット2014のファイナルステージは8月24日に日比谷野外第音楽堂で行われる予定だったが熱中症やゲリラ豪雨等を考慮して開催日が8月31日に会場が新木場のスタジオコーストにそれぞれ変更された一般エントリーは2014年3月31日に締め切られた今回は ダンスステージと DJ ステージが森永製菓アイスボックスの協賛で、またコピーバンド限定のステージであるコピバンライオットがそれぞれ行われた。第3次ライブ審査大阪大会ではゲストでカナブーンが出演した。レギュラーステージクライムグロクッキーモンスターズをゴルマイ、ケンアカネ、チャールズ僕のリリックの棒読み、ライフレーム、リックラック最悪な少年。 歩き疲れて突然少年ダンスステージ D バースト、リタ。アクシスプロドル PER、ヨシキダストジュメルフィール、レギュラーステージダンスステージレギュラーステージグランプリ、受賞者に、賞金100万円、準グランプリ、審査員特別賞受賞者に、音楽機材、ダンスステージグランプリ受賞者に、賞金10万円がそれぞれ渡された。先行ライオットプロジェクトの特別 CD を、 発売するために立ち上げられたインディーズレーベル。販売元はソニーミュージックエンタテインメントが受け負っていた。2008年11月26日にコンピレーションアルバム先行ライオット2008を発表。以降、コンピレーションアルバムに参加したアーティストの作品を発表した。2014年夏に先行ライオットが終了したため秋頃に レーベルが消滅した。第一回目が行われた2008年から毎年、その年の全ファイナリストの曲が1曲ずつ収録されたコンピレーションアルバムが先行レーベルから発売されている。CD に収録されている音源は応募音源ではなくプロのスタジオでレコーディングし直したものである。価格は2014年3月までは ロック日なんで1枚690円であったが、同年4月の消費税率引上げに伴って、2008年から2013年までのコンピ CD は1枚710円に値上げされた。なお、2014年のコンピ CD については1枚690円で発売されている。ありがとうございます。